はい、どうもみなさん。おはこんばんちは。キャムランマタケシです。今日も元気に NBA2K モバイル、元気にやっていきたいと思います。はい、では今日はですね、まあ、挑戦イベント初日ということで、もう早速ですね、えー、こちらの、えー、最初のオニキス報酬デビンブッカーゲットできましたので、こちらのまずは受け取りをやっていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ゲットしましたデビンブッカー。 来シーズン最も飛躍が期待されている男、デビン・ブッカーですね。昨シーズンのバブルでもね、大活躍を見せましたし、来シーズン最も期待されている男、デビン・ブッカーをまずは、じゃあ入れていきましょうかねで。ちなみに私、このメンバーで最初は、集会してたんですけども、まあ、オニキスだったら、シューティングガードね、もう入れちゃってもいいかな、というところで、どこだいたゲットしました。はい。 で、鍵して、えー、ちょっと強化しようかな。はい、まあ、とりあえず適当に23レベルぐらいにしときました。はい、こんな感じで。バッシュ、バッシュ何かつけられるかな。お、サンズ、持ってた。オッケー、じゃあこれで5316、まあ、ギリギリかな。まあ、困難んんレベル周回できるギリギリかなと思うんでね、これでちょっと、えオール、レインメーカーパーできましたので、 じゃあ、こちらでちょっと挑戦イベちょうどね、えー、最後の第7戦目、挑めますんで、やっていきましょう。スタイルボーナス100%。いや、相手も、ま、1000ぐらいしか変わんないんで、そこまでね、えー、圧倒できるゲームかもし、でき、圧倒できないゲームかもしれませんけど、えー、しっかりとやっぱりパワー1000でね、やってる分買っていきたいと思います。私はスパーズユニですね。あ、サンズのユニに変えればよかったかな まあいいや、とりあえずスパーズユニでやっていきますやべい,いきなり受けないっすで結構あのカメラの向きどっちがいいですかってそういえばあの問い合わせあったんですけどまあどっちでもいいかなっていうのは個人的にあってフリー打っちゃうまあそれ結構人それぞれかなと思うんでねでやっぱりあの、こっちの横向きかあの、奥行きやべ連続シュート決められたんだけど 奥行きかどっちかなんだけど、まあ、どっちも一丁一短とかいいところがあると思うんで、まあ、自分でね、試してみて、どっちがいいかなっていうのをね、見極めてもらえばいいから、やばい、ちょっと。シュートが入んねえぞ、これ。まあ、今回レインメーカーパーなんで、センターからガードまで、もう全部外からシュート打てる。お、アウトバンズかった。まあ、でも今の、 ま、敵だけどさ、アウトオブバンズじゃないけどね。<laughs> よくわからん、このアウトオブバンズ判定。もう、通形あるあるですけどね。まあ、慣れていきましょう。なんで今日はいつも結構奥行きが僕多いんですけど、奥行きのね、ロー、ローってやつかな。けど、ちょっと今日は横向きにしてみました。気分転換で。ま、あ僕は特に決まってないです。ど,どっち向きが。まあ、どっちかというとローの方が多いですけど、まあ、たまにね、こう横型、横カメラの。 えー、出会ったりも、あー負けちゃった。あー負けちゃったじゃないファールしちゃった。ラッセル・ウェストブルックがいますね。相手チーム、ロケッツが、ロケッツ、ロケッツ出ちゃうのかな、ラス、ラスは。移、ね、籍が噂されておりますけれども。えー、ロケッツのユニフォームを着て、最後に、ラスがね、今プレイしてますね。ファールしてしまった。オッケー、ナイススト・ジャコビッチ。まあ、スタイルボーナスも最初からもついてる状態で、 今回今回イベント走ってるんで、リバウンドも取れないね。速攻も出されるし、結構。リバウンド取れねえし、ブロックしたし、アウトオブバウンズだし。ブロックしたから相手ボールかな。ストヤコビッチは結構似てるね。って思うよ。まあ今日はね、NBA の方ではドラフトがあったということで、あんまり僕ねドラ、若い選手とかその大学のやつあんま詳しくないんで、ワイズマンとか、 あの、ロンゾボールの弟のラメロボールだっけまあ、ぐらいとかしかあんま知らなかったんですけど。まあね、あの、今日はね、そういうドラフトを見た方も多いと思いますけどね。しっかり、しっかりと 2K モバイルの方でもね、バシコリとスーパープレイを決め上げていきたいと思います。かわしていく。シュート。OK、同点。トレイ・ヤングですね。 ま、あ今回、レインメーカーテーマーのやつは、うわ、ブロックいいね、強烈。これはカウントじゃないでしょう。オッケー。まあ、とりあえず同点ギリギリ、なんとか同点いきました。はい、じゃあ後半もしっかりやっていきたいと思います。これ勝てばね、1500ポイント、えー、ストリークボーナスもらえますので、しっかりと勝たないといけませんね、ここは。 負けられないと。あ、サンズに変えなかった。まあ、いっか。さっき変えようと思ったんだけど、忘れちゃった。まあ、いいでしょう、スパーズユニで。白と黒でかっこいいよね。ゼブラ柄というか。ポルジンギススクリーンオブ。あ、これ、ダイブできますね、だいぶ。相手もポルジンいますね、これね。オッケー。ここはラグラック決めてきました。今のピックダイブってプレイでね、あの、初心者、 の方は絶対得点が取れるおすすめのプレーでございますので、ぜひ、ピックダイブ、ちょっと覚えたいって方はね、過去にピックダイブのやり方の動画とかも出してるんで、気になる方はそっちの動画も見てみてください。じゃしっかり勝たないといけません。6対4でチェックいく。落ちるリバウンド OK! 運ぶタウンズ。タウンズも早いね。タウンズさ、センターなのにさ、リバウンドとかもあって、 で、スリーポイントも打てるんで、タウンズは結構優秀なセンターだよね。これまたダイブできますね。はい、オケーあ、危ないかなケー、OK、なんて決めてくる。まあ、パワー、センサ、あるだけあって、なんとか、後半、巻き戻し、一時期は同点でしたけどね。挽回しておきます。やばい、フリー。これ、決ま、決まってくる。さすがラス。面白くなってきたじゃねえかよ。 いいですよかわしてトレイヤングサイドからゴールしたノーマークオッケーリバウンドも誰もいませんでしたねエストヤゴビッチ結構似てんだよな10対7対10やめ抜かれたあぶね連続決められるとこだったぜ前出すかわすまたダイブいくまあなんかダイブだけやってるとねなんか逆に申し訳ないつまんないよねそれだけじゃね 個人技で見せていこうかあと結構効率の良い進め方なんですかとかね質問も結構来てるんですけどやっぱり一番は、えー、何回も言っておりますけどやっぱテーマカードこのレインメーカーテーマカードの選手で挑むと、えー、その選手につき20%ボーナスが増えて、まあ、今僕の場合5人全部レインメーカーテーマですので通常よりポイントが2倍もらえる状況になっておりますので、まあ、その辺をねぜひぜひ、えー テーマカードをなるべく集めてやってもらいたいんですけども。っていう感じですかね。750ポイントゲット。これ2倍ですからね。で、1500ポイントゲットございます。はい。あとね、えっと、簡単中困難ってあるんで、まあもちろん挑めるんだったら、まあ5000パワー以上あるんだったら、 まあ困難挑んだ方がまあポイントも多くもらえますのでそういうのが効率よくポイントを集められるかなというところでございますはい今私はまだ初日今夜の21時夜9時を回ったところですけれどもイベントは7720ポイントというところですけれどもまあまだ初日なんでねこれからガチ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 とやっていってまあ、調子ビラップスまあ、狙えると思いますあの初めからスタイルボーナス まあ80%、100%でやっておりますので、まあ、特に苦労せずはもらえると思うんですけれども、まあ、油断してるとね、えー、後半で畳みかけないといけないことになってしまいますので、まあ、しっかりやっていきたいと思います。はい。まあ、という感じですかね。まあ、あともし何か、えー、イベントのことで分かんないこととかあったら僕が答えられる範囲で、 えー、答えていきますので、えー、YouTube のコメント欄かね、えー、もしくは Twitter の方でも構いませんので、ご質問いただければと思います。はい。で、最後、動画の締めくくりに、ちょうどですね、あのヘッドトゥーヘッドがね、パックが引ける状態でありますので、えー、4連ですね、さっきちょっと間違えてシルバーパックボタンを押しちゃって引いちゃったんですけど、本当は5連やろうと思ってたんですけど、 え、ちょっと最後これを引きながらお別れし,いて,していきたいと思います。じゃ、右から行きましょう。シルバーパックまずはね。まあ、シルバーパックは多分ピンクダイヤは出ないと思うんで、ま、あ一番初めのね、お楽しみ。お、オニキス。これダイヤ期待できます、左。オニキス以上確定。おう、ダイヤ来ました。おう、やっぱり。もうシルバーでダイヤ出ればもうそれは当たりです。はい。 6ピックの感じはこんな感じです。ザイオンが2枚も出たね。はいです。こっから、えー、ゴールドパック引いていきたいと思います。行きましょう。ゴールドパックは、ま、ピンクダイヤまあ、非常に低いですけど、えー、ピンクダイヤ出る可能性がありますので。お !3 枚いきましたね。じゃあこれも右からいきましょう。お珍しいね。ここでオニキス。これ逆にでも、ちょっとわかんないな。どういうパターンなんだろう 真ん中何おおおおオニキすオニキすこれオニキス揃うパターン逆に左なんだろうオニキス3連チャン逆にこれ珍しいね全部選手大体あの鍵かドラフトピックかブースト、まあ、どれかは3枚出たら1枚は入ってるもんなんですけどま全部選手カードっていうのは結構逆にいい方かなオッケーまた3枚で右から ま、だ、大体こうです。大体こうです。これが普通。真ん中、鍵、うわ。まあ、でも最後にこれだ、あの、ピンクダイヤの可能性ありますからね。ここは選手カードだと思うんで。お願いします。ブ <laughs> <laughs> これはちょっと外れですね。はい、ドラフトピックはこんな感じです。ドラフトピックの方でダイヤ引き,引きましたね。利権ムトンボが当たりました。じゃ、最後の1枚。まあ、出ないと思いますけどね。まあ一応引いていきましょう。 ゴールドパック。お願いします、最後。お、全部3枚だったね、今回ね。結構その、枚数的にはついてる方だね。鍵。お、エリートギアのか、鍵、エリートギアと来たら、一番左はもうあれしかないですよね。そう、オニキスカード。<laughs> 最後ちょっと外れだな、これな。はい、という感じでございました。 でちなみにあのこのシーズン3がもう終わるんで、このシーズンチェックリストってあるじゃないですか。みんなどんな感じですか僕今ちなみにさっきのブッカー手に入れたことによって、この王冠ランクが300に達したんで、まあ来シーズンからエメラルドカード2枚、これでゲットですね。まあ多分サファイアはもう到達はできないんで、まあとりあえず目標のエメラルド2枚までいきました。あと支援の方は、 まあ、あと、サファイア。まあ、ルビーはちょっとね、無理ってのがね、判明してるんですよ。とある理由によって、ルビーはもう無理っていうのが判明してるんで、まあ、奇跡が起こればわかんないですけど、まあ、でも、サファイアまではいけると思いますんで、まあ、サファイアまではゲットしていきたいかな、ということでございます。ぜひこれね、あの、あんまり、えー、もそのシーズンチェックリスト、クリアしてないって方、ぜひやってみてください。あの、来シーズンの最初から、えー、 まあ僕だったらサファイアカードとかゲットできたりっていうね、スタートダッシュが切れる、えー、おまけみたいなもんでございますので、ぜひやってない方はこちらもやってみてください。はい、ということでね、ちょっと駆け足でいろいろガチャだったり、シーズン3のお話だったり、まあ、挑戦イベントだったり話してきましたけれどもね、また、えー、また、えー、金曜日、土曜日、日曜日とイベントもまだまだ続きますので、そちらの方も えー、動画上げていきますのでよろしくお願いします。はい。では今日はこれぐらいで、えー、失礼させていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。いや、今回は最高報酬いけると思います。